Hello everyone, this is Dr. D. How are you doing? Hope you're doing great. And it's a beautiful day today, isn't it? It's really comfortable to spend. Okay, so I'm an English pronunciation trainer, mainly teaching online at Dr. D. English, and also I'm an author of this pronunciation course book, 英語の声になれる本。今年の2015年1月に角川出版から出ました。よろしくどうぞ。で、今日お話しするのはですね、英語を話すときのその息の上手な使い方なんですけども、よくこう、陥りがちなのが、例えば、It's a beautiful day today. It's a beautiful day today. っていうときに、It's a beautiful day today. ってこういうふうにこう、息が詰まっちゃって、スーッとこう言葉がこう、つながらないっていう、ことがあるんですけども、英語というのはこう息をこうスーッとこう常にこう吐き出している状態で話すことによってこう音がつながってくるわけですね。フレーズが、一つのこう音になるんですけども、It's a beautiful day today. It's a beautiful day today. これが途中で息が止まってしまうと、It's a beautiful day today. It's a beautiful day today. ちょっとこう言いにくくなるわけです。こうやって息がうまく、息をうまくつないで、話すことができると、とても、発音しやすくなります。なので、今日はちょっとそれをどうやってやるかということをちょっとお話ししたいと思います。まずですね、体まっすぐにしてもらって、で、軽く下腹に力を入れます。そこでちょっと重心を取ります。で、次にあくびをします。あくびをすると、このソフトパレットと呼ばれる、こっちが歯で、こっちが喉としたら、ここがぐーっとこう持ち上がります。はい。それで、こう、声門をちょっと開いた状態でキープしておく。で、その時に口の中に十分なスペースを作ります。空気のボールを口の中でこう含んでいるような感じ。で、そういう状態をちょっと保ってください。で、この状態で S の発音。軽く噛みます。でも、ぐっとこう噛んでしまうと、ツッ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 ってこういうふうに息が詰まってしまうので、息が詰まらない、息が止まらない程度に軽くこう添える感じで、で、息を逃がしていきます。OK。で、このポジションを覚えてください。このポジションを使って、It's,で、息を逃がしながら発音してみましょう。It's a beautiful. It's a beautiful. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day today. It's a beautiful day today. はい、そして B のシーンの発音、beautiful の B なんですけども、これもビュッっていう風に強く発音せずに、柔くポジションを取ってください。ブブブブで息と一緒にこう音が流れ出すようにピューピューピュー息をせき止めないでください。息がこう逃げていくぐらいな緩いポジションを作る。ピューピュービューティフォービューティフォーでフォーの F もそうです。フォって強く噛まない。フ息と一緒に逃がしていく。beautiful. It's a beautiful. It's a beautiful. Okay. 次、D のシーンですかね。D, D, D もそうです。D, D, D, D って強くやらない。ゆっくりと柔らかく。D, D, D. 息と一緒に言葉を、息と一緒に声を出していく。D, D.D day 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 It's a beautiful day It's a beautiful day で T のシーンも同じです。 トゥトゥトゥって強くやらずに T T T 息が逃げていくようにゆるくポジションを取る。 T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 oday Today TodayIt's a beautiful day today. It's a beautiful day today. このワンフレーズを通して、息が止まらないように、息はずっと吐き出しっぱなし。
で、時にこう子音によって音がせき止められるんですけども、それでも息を止めずに息はずっとこう吐き続けている、こう息が外に出てくる力っていうのがずっと働いているわけですね。It's a beautiful day today。 そうすると綺麗にワンフレーズがつながってきます。 It's a beautiful day today。 It's a beautiful day today。 It's a beautiful day today。 OK、 じゃあ今日は、以上です。それではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.